悲鳴よ。町は滅び、ビルは倒れ、文明は消えた。すべての命は悲鳴に飲まれた。100億もの人々が悲鳴によって消えた。彼らが悲鳴の中で味わった絶望、無念、怒り、そして後悔、そのすべてがテティスに記録されている。帰らぬ人となった彼らの名前もここに残されている。あなたはどうしてここにいるんだ？私はテティスの中枢で、ブラックショアの所有物。私のソムラはここにある感情を受け取る器だから。ごめんなさい、ソノラを制御しきれなかった。あなたがブラックショアを去った後、私の職務はここの全てを守ることに変わった。ここを守り通して使命を果たせば、あなたを見守ることもできる。実際に悲鳴に巻き込まれたことはないけれど、人々の記憶が私に教えてくれるの。悲鳴のデータは私の体内を流れて星に変わり、テティスシステムも私を通して悲鳴の警報を発する。ごめんなさい、私は職務を全うできなかった。ここを守れなかった。私がもっと努力して彼らの感情を理解できていたら、こんなことにならなかったかもしれない。ソノラもこの体も私の全てを捧げてできることをしてきた。だからこそ私は星空を、そしてあなたを守ってこれた。漂白者、これは約束なの。過去から今まで変わることのない約束。必ず方法を見つけて。逃れられない運命と、あなたを巡るメビウスの循環を断ち、そのために尽くすのが私の存在理由。この感情はどう表したらいいの？罪悪感、喪失感、それ、こういう時どんな顔をすればいいのかわからない。お願い、離さないで。対抗権限ポリシー実行。
なたの物語は終わらせない。あなたも来たのね。ここで会えるなんて思わなかったわ。ここはテティスシステムの最深部。私たち二人だけの海岸。私ここの星空が大好きなの。遠い昔、あなたはソラリスのデータを星と定義した。この星空の輝きは悲鳴だけじゃない。人が放つ光でもある。この空には一つだけ、ひときわ瞬き、夜をかける星があった。その星は見ているだけで、悲鳴に染まった心を暖かく満たしてくれた。そしてある日、その星はここに現れたの。私の目の前に。過去の私は、ブラックショアを守り、与えられた仕事をこなすことだけが存在意義だと思っていた。それを、あなたが変えた。あなたは私にたくさんの物語を聞かせてくれた。外の世界のこと、あなた自身のこと、過去、現在、そして未来のこと。ディナシータの花畑を通りかかった時、そこに咲いていたデイジーとバイオレットはとても美しかった。あの時は、ただ不思議な感覚だとしか思わなかったけれど、やっとわかったの。あの感覚こそが、幸せだったのね。私の生きる理由は、ブラックショアを守ることだけじゃなかった。あなたも。ブラックショアだけで終わる人じゃない。戻ってからも、この星の上で、あなただけの物語を紡いでね。忘れたの。私はソノラで作られた。ソノラの道具。そして、ソノラは永遠に消えはしない。ただ、しばらくお別れするだけ。テティスシステムには感情を受け止めるコアが必要なの。悲鳴のデータがなくなったのなら、誰かがその穴を埋める必要がある。嫌いの港の被害者にも、もちろんあなたにも、その代償を払わせたりはしない。私の旅は終わるけど、あなたの物語は、これからも続く。
約束したでしょ。もう誰も傷つけさせないって。本当にごめんなさい。この方法しか思いつかなかったの。これで全てうまくいくから。あなたがこの海岸に来てくれただけで、私は幸せ。コウリュウ、ディナシータ。たとえこの世の果てまで行ったとしても、ブラックショアはこれからも変わらず、あなたが足を休められる場所、どれほど遠く離れても、私はこの海岸で、あなたを見守り続ける。この気持ちは、愛、なの。さようなら。私たちはテティスシステムの内部に無理やり突破口を開きました。あなたが赴く場所の具体的な位置情報は、準備ができたらすぐに転送を開始します。必ず帰ってきてくださいね。ようこそ最高管理者。ここはテティスシステムの演算スタックで、データの臨時保管にのみ使用されます。本来であればあなた様はここに来るはずのないお方です。しかしショアキーパーが最高管理者の権限をあなた様に譲渡したため、一時的にアクセスを許可しております。あなた様は最高権限をお持ちですが、システム保守の観点から、そのショアキーパーはすでにテティスシステムのコーディングコアとして更新され、このコーディングコアが失われた場合、テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。いいえ、文明の保護においてそういった概念は存在しません。すべきは文明の存続のみ。1万年を超える過去の観測において、当システムが観測した全世界滅亡型の悲鳴は、当システムの演算方式は各地の採取の演算出力を参照しており、大規模文明滅亡のあらゆる可能、大規模文明発展の前で個々の人類はあまりに弱く、またショアキーパーはソナラで構成されているため、一般的な人類とは異なります。感情は存続において足かせとなります。理解できません。再度警告します。
このコーディングコアが失われた場合、テティス等システムが存在しない世界において文明は悲鳴に抗えません。当システムは文明滅亡回避のために存在し、エラーは存在しません。理解できません。警告します。強制的にコーディングコアの排出を試みた場合、当システムの防衛プログラムにより、訪れるでしょう。気をつけて。お願い、逃げて。鍵縄で離れて。大地が裂け、世界が滅びます。大地が裂け、世界が滅びます。ターゲット、最高管理者。お願い、先へ進んで。ついていけるのはここまで。でも、あなたの終わりはここじゃない。システム存続のため、最後のソノラを使って。ターゲット、最高管理者。再起動、第3プランを起動。初期化対象、ショアキーパー。初期化の執行 37%、 初期化の執行 62%、 初期化の執行 85%。初期化完了後、ショアキーパーは壊れない。それにより当システムは存在し続け、世界は悲鳴から守られます。渡さない、絶対に。
誰一人見捨てたりしない。うん、こうやって思いを音に乗せる、あなたにもできるはず。やってみて。あなたがここにいるはずない。テティスの一部になってしまえばもう戻れない。悲劇は終わった。テティスシステムとブラックショーは新しい道を行く。それにあなたを嘘つきにするわけにはいかないだろう。どこかで聞いた気がする。あなたが教えてくれたの。そうか、ごめん、思い出せなくて。教えてあげる。あの時あなたが教えてくれたように。遥か先の未来と遠い昔の過去において、ここは終点であり起点でもある。あなたはここでブラックショアを立ち上げ、ソラリスとのつながりを作った。あの日からテティスシステムはずっと存在している。やがてあなたはシステムが悲鳴そのものをコアにしていることに気がついた。悲鳴がなければ機能しないということも。悲鳴で悲鳴を観測する。この循環はまるで終わりのないメビウスの輪。あなたはシステムを変えようとしたけれど、何百何千の歳月を費やしても私たちはその方法を見つけられなかった。そしてあなたはここを去り、新たな答えを探す旅に出た。唯一の解決策を知っていたはずなのに。感情を持たない入れ物、道具として存在する私ならテティスシステムのコアに最適だとあなたは分かっていたはず。私はあなたを守りたい。あなたにはあなただけの物語がある。なのに私はあなたと同じ空の下で、あなたと同じ場所を見たいと、あの幸せをまた感じたいと思ってしまった。その感情に気づいた途端、
何をしたらいいのかわからなくなった。でもあなたの物語をここで終わらせるわけにはいかない。だから嘘をついてごめんなさい。本当にごめんなさい。あんな危険まで犯させてごめんなさい。そういえば、あなたの体に宿っているあの周波数、ええ、あの子は飢えを訴えているようだけど、どこか具合でも悪いんじゃないかしら。私のソナラは万物の周波数の微細な変化を感知できる。だからあなたの体に存在する異常も感知できる。私はテティスシステムの中で引き続きアブの情報を探す。見つかったらあなたに伝えるから。あなたに修正されて最初の頃に与えられた使命に沿って動いている。システムの根底が特殊な周波数によって補填されたみたい。でもそれを上回るほどの平和とぬくもりを感じるの。いいえ、仕事は続けるけど、今の私はあなたと同じ日差しを浴びながら海辺の風を心地よく感じている。その通りよ。私はこれからあなたに代わってブラックショアを管理する。きっとあなたはこの先もたくさんの物語を紡いでいく。ここのことは私に任せて。どれだけ離れていてもブラックショアは必ずあなたを助ける。協力者としてでも花持ちとしてでも漂白者自身としてでもいい。
私を頼って、そうやってずっとあなたのそばにいた。